Number six, Ram Bora, Kabang Nani, Nimoto, that's a copy number, Nakamin, Nahina, Hana, Mo, Bambaram, Bam, Bam, Bambaram, Bam, Bam, Summa Bail, Supper, Yusser, Ups, a Bucket, Ram, Dum. でもそれ一番上のすげえ降ってね、コンブートサイズ、ボールペン、こんにちは、セリダベサです。本日はですね、山に、芝刈りに行ってきました。芝刈りでないです、芝刈りです。はい、だいぶ芝刈れてきました。今山菜はですね、餃子ニンニク、ちょうどね、いいシーズン入りましたよ、函館は。まあ早速ちょっと、なんか餃子ニンニクのジンギスカンでも食べたいなと思って行ってきましたけど、約1時間半ぐらいで、普通のスーパーの買い物袋、一つぐらい取れました。いやー、あれでしたね。なんというか、冬から全然運動してなかったんで、やっぱこの春になると山菜シーズン、体力のなさをね、ほんと痛感するような感じです。はい、それでまあ急斜面をどうしてもいいの取りたいと思って登るんですよ。そうするとね、やっぱり滑落するんですよね。はい、僕も小さい頃から海山で育ってるんで、ちっちゃい時からやっぱり餃子ニンニクとか取ってね、滑落はもうね慣れっこです。柔道でいう10段超えの15段ぐらいまで、はい、極めたような人間なんですけど、まあ今年もですね、安定の滑落王という称号をね得ました。はい、よくわからんけどまあでもですね、今車内はね、ネギ臭くすごいプンプンしております。で、また、ダニもね、いました、やっぱりね。ピカピ、ピカチュア、ピカピカピカチュア。かわいかったですよ、ダニエルちゃん。ね、皆さんもなんつうんでしょう。つかないようにね、シャカシャカの服装。今僕脱いでるんですけど、なんか、綿生地とかだと大体くっついちゃうんで、風通さないようなシャカシャカなやつなんですか、なんか。あれの方がこう滑ってね、ダニつきづらいんで、そういうのがいいと思います。皆さんもね、釣れないパターンの時はですね、そのまま山に行って、全く坊主のないね、山菜取りをね、ぜひしてみてください。はい。じゃあ、滑落王、ダビさんでした。はい、釣り友達でーす。チームアナズリン。アナズリって。じゃあキラビー面白いこと言って。3、2、1、0。無理。どうもタクです。ぼっちな釣り部屋のお時間でございます。夜も更けましてですね、9% も飲み尽くしてしまったタクさんでございます。明日はちょうど私お休み、いただいておりまして、また証拠にもなく日本海方面に直行こうかなと。で、前回の反省点というか、もっともっと遠投したいということだったんですけども、なんとか遠投できるブラーって作れないもんかなって思ってずーっと考えてたんですよ。そしたらですね、こういうものを発見したんですね。これ船釣りで使う誘導仕掛けを作る
道具なんですけど、これ中出しますとね、こうなってんですよ。でここにスナップのところにこう重りつけて、でミキ糸が来て、で針がついてて、こうこっちの方でこうボンボンやると、ここのところでこう重りがこう動いてこう修行するっていうやつなんですけども、これをですね、と思ったんですけど、こうするとこれへの字天秤になるんですよ。ここのとこにブラをつけてこう引きずるっていうか、こうバー投げてこう置いといたら、これどうかなと思ってちょっと作ってみたんですよ。これそうなんですよね。への字で、こっちの方に重りのところにこうパッと近づけしようかなと思ってるんですけど、こっち3グラムの、2つ3グラムのブラを挟みましてね。で、こう、やったらなんか何気にいいような気はするんですよ。で、これだと、そんなに空気の抵抗、まあ、多少は抵抗あると思うんですけども、円筒ということをつくと考えると、そのまま円筒できる。で、もう一つ、こういう商品もございまして、まあ、同じような天秤ですね。で、普通だとここのところにこう重りがついてて、で、ここに針をつけて、で、船釣り上からこう縦の釣りでこう、小突きながら、こう、釣るっていうようなやつなんですけども。こういうふうにちょっと作ってみたんですね。で、まあ、ここのところにこう、重りないし、ブラを、まあ、多分重りだと思うんですけど、重りをつけまして、で、ここに、ブラ、3グラムですね。こっちも、ブラの3グラム。で、これをつけて、で、投げたら、これどうなるのかな。で、投げたら、円筒かけたらかけたで、こう、シーソー効果で、こう、ブラがこう、勝手に探ってくれるんで、これちょっと明日のお休みですね、試してみようかな、っていうふうに思ってます。で、まあ、これが正解ではないと思うんですけど、その正解に向かってですね、円筒用のブラっていうことで、ちょっとやってみたら、どうなんだろう。いや、ひょっとしたらですよ。ひょっとしたら、普通の仕掛けの方が釣れるかもしれないじゃないですか。でも、それがですね、わかるだけでも、これ進歩かなっていうふうな感じで、こう、実験してみたいというふうに思ってます。何につけかにつけ、やってみないとこれわかんないことなんですよ。ねえ、誰、ブラやった人だったら、もっと投げたいなっていうの必ずあると思うんですよね。で、投げ釣り感覚で、バーッと投げて、ブラの特質でこう、シーソーが揺れて、で、魚がバンバン食いつくっていうようなことになったら、すごいことになると思うんですよね。だからちょっとこれ、明日やってみますんで、やってみて、釣れなかったか釣れたかっていうことはですね、また後日、動画の中で、ご紹介したいと。思います。当たるも八卦、当たらぬも八卦でございます。はい、じゃあ、楽しい釣りを。